10日ダウンタウンでラックスで結成秘話を明かした。この日スタジオには幼馴染同級生コンビ芸人が集まり、コンビ結成秘話を語っていた。サバンナ高橋茂雄が、ちなみに浜田さんは松本さんをどう誘ったと質問。これに対して浜田は、梅田花月の前を歩いていたら、吉本が初めて養成所作りますという看板を見たと振り返りつつ、願書を受け取り、その夜に松本にこんなんあるけど行かへんと持ちかけたそう。だが当時松本はすでに就職が決まっていた。浜田は断られたら断られたで、1年遊びたかったから専門学校のつもりで行こうと一人でも行こうと思っていたとしつつ、松本からは意外にも分かったと快諾された。一方松本はでもほんまは松竹行きたかった。浜田は吉本、俺は松竹でちょっとあったのよと、就職は決まっていたものの、お笑いを志すのであれば松竹芸能に行きたかったと説明。また二人の間でどちらに行くべきか意見が交わされたことも認めた。俺が最終的に折れたという松本、松竹に行きたかった理由は松竹の方が逆にかっこいいかなってと言及した。最後に今考えたら、松竹行ってたら TKO 木下にペットボトル投げられてるとジョークを飛ばしていた。